南の昔話ミミズの遠征大野山のミミズどもは8月の十五夜に一文中集まって寒月の宴会を盛大に催すことになりました空は澄み渡りまん丸いお月様は 二個二個と下界を照らしておりましたミミズどもは赤い土で作ったかまぼこ黒い土で作ったカステラを食べながら月を眺めておりました若い連中は歌を歌い三味線を弾き太鼓をたたいて がわ,わる踊りました皆が喜んでいる中で年取った白髪のミミズが一人ため息をつき手をこまねいて座っているのでミミズの甲の青年が進み出て「おじいさんこんばんはみんなが愉快に月を眺めて 遊んでいるのにあなた一人だけが心配そうにしているのはどういうわけですかと尋ねますとじいさんは「みんなは何も知らぬのでさぞ面白かろう。だが考えてごらんなさい。我々の一族は毎年毎年増えてゆくが。 大の山の増えることはない。私どもの子供のときには20万匹と言っていたのがもう40万匹に増えた。あと10年間に50万匹を突破するだろう。よく考えぬといかぬよ。我々はみんな毎日土を食べているのだから。 私が計算すると今後10年したらみんなで大野山の土を食べてしまってこの島はなくなるんだ。そうしたらどこに住むのだそれを思うと心配で心配でとてもみんなのように騒ぐことができない。と沈痛な誤張で申しますと。 青年は悲しくなっておいおいと泣き出しました。じいさんの前で青年が泣いているのを見て不思議に思った乙の青年が来てその訳を尋ねましたので甲の青年がじいさんから聞いた話をして聞かせますと乙の青年も負けずに大きな声で泣き出しました。 それからももついにはミミズどもはみんなが残らず泣き出してしまいました。40万匹のミミズが口から涙を出して泣き出しましたのでその涙が大きな川となって流れ出しました。そのために和丹島への浜に泊まっていた 葬のやんばる船は押し流されて遠くのまじ島でようやく引っかかっていたとのことであります。ハブもミミズに負けず月見の宴を開き遅くなってうちへ帰って松の根を枕にしてぐうぐう高いびきで寝ていましたら驚きました。 あれよあれよという間もなく水に押し流されましたがようやく陸へ泳ぎ上がりました。ほっとして考えてみるとおかしい。雨が降ったとも思われないしここに川がいつできたかも知らない。不思議なことだ。そう思って向こうを見るとこれは驚いた。 大勢のミミズが集まって口から涙を流して泣いていてその涙が大きな川となって流れているのでありましたハブは怒ってそこへ駆けつけましたそして白髪のじいさんのミミズに向かって「君たちはけしからんね」「泣くなら泣くと断って泣けばいいのに黙って泣くので お前たちの涙の川に流されてもう少しで私は死ぬところであった。一体どういうわけだと尋ねますとじいさんはそれはそれはすみませんでした。あなた様を押し流すつもりで泣いたのではありませぬからどうぞ勘弁してください。そう言ってハブに謝ってから。 泣いたた。を話しましまするとハブは三角の頭を持ち上げてカラカラと笑いました。君たちはバカだね。胃の中の蛙、大会を知らずとは君らのことだ。大野山ばかりに土はあるんじゃない。土はこの天下にたくさんある。ここの向こうにも とというところがあるよ。嘘だと思うなら誰でもよいから船に乗って行ってみたまえそれを聞いたミミズどもはみんな喜びましたそこでミミズどもは相談してミミズの青年20匹を選抜してワタン探検にやることになりましたふくぎの葉の船が 艘海に浮かべられ一艘に二匹ずつ乗って出発いたしましたそして五六日の後海上筒がなく和ん寺に着きました和ん寺に上陸して昼飯の土を食べますと大野山の土より大層おいしいのでありました ミミズの青年たちは喜んでそこに移住して子孫を広げました大野山の親兄弟もこの遠征隊の手紙を見て大層喜びその後度々たびたび青年男女を送りましたこうして沖縄中にミミズは広がりました終わり